ワイシャツを買ってみました。5枚セットですね。でこれ私はレギュラーってやつ頼んだんですけど、あのやった人が着るね、あのスリムタイプも売ってますね。サイズ的にはね、あの思ってた通りのサイズですね。あの大きくもなく小さくもなくで、私ですね、サイズが本当は41の86なんですね。首周りが41の、なんかここのこっからここまでが86なんですけど、今回ちょっとねそのサイズがなかったんですね。でまあ84にしてみて、まあ、袖がねちょっと気になってたんですけど、まあでも大丈夫ですね。でね、あ、もしかしたら普通のレギュラーよりもちょっとあのスリムに近い感じかもしれないですね。でも別にあの全然大丈夫です。でこれ5枚でね、あのすごい安いんですよね。結構売れてるみたいで、で材質的にもそんなね変な生地でもないし、あの糸のほつれとかもねないんで、でねこれ何種類かこういろいろ選べてですね、私これ確かね、何だったかな、ベーシックまああのいろいろ選べたんですよ。でね、ほんと若いね、痩せた方とかね、まあね、あの、まあ痩せてる人だったらね、スリムもあったんで、そっちでいいかと思います。まあ生地的にはね、こんな感じで。でボタンもね、あの、ちょっと変わったボタンで、これとこれが一番普通ですかね。ちょっと今から全部ちょっと開けてチェックしようと思います。はい、全部チェックしてみたけど大丈夫ですね。でね、一着このこれなんですけどね、あのすごく柔らかい素材で、私初めてですね、こういう素材のワイシャツってね。これ動画じゃ伝わらないですかね、この生地がね、ちょっとすごい柔らかくて、これはちょっとね、あのかなり気に入りましたね。それで
まあ、気になった点がですね、予備のもね、ボタンがついてないんですよ。で、普通ワイシャツとかって、この辺によく2個、ボタン、予備のボタンとかあるじゃないですか。これ飛ばしちゃったらね、もうないんで。で、ただね、この5着のうち2着、2着が同じボタン使ってるのに気づきまして、で、まあ、これがね、同じボタンなんでね。で、まあ、あとはね、この一番下、ここベルトなんでね、この一番下、もしどっかこの辺飛ばしちゃってなくしたらね、一番下のボタン外してつければいいかなと思います。で、まあ、一着ダメにしたらね、ボタンだけちょっと取っといて、こっちで何かあった時にこっちにつければいいし。で、黒のボタンで、これとこれが同じボタン使ってますね。あ、違う、これだ。これが同じボタン使ってるのでね、これも、これだけ、また、単体で、違うやつなんでね、これはもうボタンなくさないようにね、気をつけないとダメですね。で、サイズ的にはどれも同じ感じで、やたら大きいとか小さいとかっていうのはないですね。でも本当生地もね、ちゃんとしてるんでね、私はそんなワイシャツ高いのは買わないんですけど、まあ、だいたいいつも2980円とかね、そんな感じのやつで、まあそれが安売りしてて、1980円とかって、まあそういうワイシャツ買ってるんでね、これ全然それと変わらないですね、質的には。でね、縫製もね、しっかりしてて、変なの一個もなかったですね。うん、大丈夫ですね。でね、ほんと、かなりお安いんでね、多分ね、1着1000円ちょっとですよね。あれいくらでしたっけ？ちょっと金額忘れちゃったんですけど、でもすごい安いです。多分私が買ってる、普段買ってるワイシャツの半額以下ですね。で、物もちゃんとしてるんでね、いいかと思います。おすすめです。どうも、見ていただいて、ありがとうございました。